ご覧いただきましてありがとうございます。まことチャンネルのまことです。今日はですね、サントリーさんから出しています、レイほうじ茶すっきり香ばしい限定出荷の、商品をご紹介したいと思います。ではね、外観の方を見ていきましょうかね。茶と書いております。まあ、こんな感じでなっております。で、ここをちょっとね、破れてしまったんですけど、すいませんね、破れてますよね。では開けていきたいと思います。お、ソフトバンクさんからもらったコップ、お父さんコップでいただきたいと思います。まあ、こんな感じでいいかな。はい。お、麦茶みたいな色してますよね。カミカミですいません。レイほうじ茶の中身です。麦茶みたいな色してますよね。ではちょっとチェックしてみたいと思います。あー、うまい。ちょっとね、うるさくてすいませんね。ちょっとね、後からほうじ茶の香ばしい香りが、味っていうのかな、香ばしい味がしてくるって感じなんですけども、これね、限定出荷なんで、ちょっと早めにちょっとレビューしたいんですけども、やりたいものはね、ちょっといろいろあるんですけど、ちょっとね、しばらくはちょっと限定出荷の商品を主にしていきたいと思うんですけども、ほうじ茶はね、結構ね、嫌がる人もちょっと出てくるかもしれないですけど、僕はね、また個人的にちょっとこれ買いたいですね。もし見つけたらなんですけど、味とすれば、水出し仕立てなんで、結構ね、香ばしいんですよね。ちょっともう一回ちょっとチェックしてみたいと思います。うん、後から、ほうじ茶の苦味が来るっていう感じですね。これはね、結構美味しいですね。美味しいな、これは。最近っていうか、トロピカーナシリーズやったじゃないですか。美味しいのに当たってるんですよ。当たってるんですよ。で、いろんな方がですね、温かいコメント結構いただくんですけども、本当ね、いつも見てくださって本当にありがとうございます。ね、結果的に美味しいです。美味しいです。これ買った値段なんですけども、151円でこれ買いました。駅の近くのニューデイズってところで僕買ったんですけども、まあ、151円なんちょっと高いかな。これ、このあれが、500ml あるんで、ちょっと高いかな、ちょっと高いかもしれないですけど、まあ、もしね、駅地下以外で売ってんのかな、ちょっと僕ニューレーズ以外ちょっと見てないんで、分かりませんが、もし気になる方は皆さんも、サントリーさんから出しています、イエモンレイほうじ茶ね、買ってみてください。おすすめです。今日はね、この商品をご紹介しました。美味しいです。最近ね、アップした動画心地の時に2個貼らせていただいておりますので、パソコンの方はをクリックお願いします。あとね、パソコンの方は心地の時に流れるんですけども、チャンネル登録まだお済みでない方はチャンネル登録お願いします。今言ったね、アノテーションで僕貼ってるんですけども、パソコン以外で見てるよって方はチャンネル登録のリンクと、あと最近アップした動画とか、僕の Google プラス、Twitter、Facebook、僕のブログ、すべて説明欄の方に貼っておきますので、もしよかったらね、僕のブログもご覧ください。たまに更新しておりますので、そんな頻繁ではないんですけども、たまに更新しておりますので、よろしくお願いします。あとね、応援よろしくお願いします。ではね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。